あったーこれー初めてこれ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 台湾ラーメン店じゃ店内開かない赤いなんか思ったより中華な感じめっちゃ中華台湾あちょっともう来るかもおー来たニンニクニンニクチャーハンうわめっちゃニンニクの匂いするやばうわやばいなこれやばいな食べてみなはれめちゃくちゃニンニクやなめちゃニンニクだって刻まれてなんかこの粒で入ってるもん効いてるわニンニクめっちゃ辛そう赤すごいなこれおえチャーハンうまチャーハンうまいよかったねめっちゃ食欲そそられるめっちゃ辛いんかなまずスープいこうか東京以来ぶりあ辛い何だっけ蒙古タンメンかうんおいしいあめっちゃ好きこれめっちゃニンニクあこれもニンニクかもうやばいもう辛さよりもニンニクスープむせてるやんやばいスープじゃ分からへんかったこの辛さそんな辛いんやこれめっちゃ辛いでもめっちゃ美味しいめっちゃ好きこれなんか辛いエキスが目にいや辛やばいなもう全然激辛ないけど激辛やな辛いですいただきますいただきますいや辛すぎんそれやばいねんけど大阪でこんなに辛くてニンニク効いてて私好みのラーメンあるとは知らんかった確かに知らんかったな辛いなさあ、ハン選手残り一口いったー麺終わったうわーでも辛そうやなこれがあるわまだめっちゃ辛いマジで冗談抜きでめっちゃ辛い遠慮のない辛さそうやなよう食べきったはい、ごちそうさまめっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかったな、うん、ちょっと久々ヒットのお店見つけたわ本場っねえ本場マジで台湾来たみたいな感じだったおいしかったです、うん、あ口ね天然の紅天然の紅引いてんなもうめっちゃ美味しかったこれマジでごちそうさまあれから何時間も一緒に買い物してあっこれゲットしたんやけどあそれねポンシュやなんて読むこれ知らん三徳六味知らんそう分からんけどあでも三六って書いてるからなめっちゃ有名な立ち飲み屋さんなんよここああただなんかめっちゃ綺麗でさが中がで入り口もこんなんやん立ち飲み屋の果たして一元のあいらが入っていいかどうかめっちゃドキドキしてて、そんな店なのちょっと大君さっき言って YouTube の撮影していいですかって聞いてきてあのほらよくテレビ番組とかでもあるやん取材じゃあ取材許可をもらってきますあんなんさ取材許可もらってきますって言って前にスタッフがさちゃんと電話して何日行きますからってやってるやろそうなんよねすまんお願いするこんにちはちょっと YouTube で動画撮影してるんですけどあかんかったやっぱりなんかメニューとか配信はちょっと NG で、うん、あーでもそうやと思ってんなんか、うん、そうなんだって YouTube 全くなかったもん、うん、めっちゃ有名やのにあーじゃああっちのおでん屋さん行こうまあただあのワイが一目見た印象な、うん、もうまずあの店主の人たちが本気やったなんかこだわりのいやでもめっちゃ美味しいらしいやっぱそら行きたいな行きたいしゃあないやん、まあ、ないまたなんかプライベートで行こう、まあ、今日はな、うん、今日は今日はまあ一応動画も撮ってるしなあれねじゃあ花クジラのおでん食べに行こうあおでんしようか営業してる本店やってないは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 いあそうなんや本店やっぱ8月休みなあでも本店じゃない方は空いてんねやそんなんそっちでいいよここはねあの YouTube もいっぱい上がってるから撮影許可もらえると思う聞いてもう許可取りマンになってるやんお願いもうそういうの苦手2名です
ちなみに YouTube で動画撮影してるんですけど、はい、なんか撮ったりしても大丈夫ですか？マリのミクさんの顔映る？あ、それは もちろん。じゃあ買ったの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ビアか。ビアだね。じゃあ生ビール2つで。うわ、めっちゃ冷えてるやん。ちょっとやば。乾杯。乾杯。冷えてますね。美味しい。書いてやって。あ、書こう書こう。まあ大根とか卵ちくわをね。あ、いろいろあるね。大根はマストっしょ。かけた。で、お願いしますで。あ、そうじゃん。きた。これめっちゃ美味しそう。すげえ。美味しそう。美味しそう。大根行こうか。いただきます。めっちゃ旬でんな。しみしみや。めっちゃしみしみ。うまっ。めっちゃ美味しいな。実はさ、はい、おでんってそんな別に、あ、そうなん、あれやねん、なんか好きじゃない、いつもそんなありがたみ感じひんタイプ。そうなんや、知らんかった。あの、実家でおでん出てきたら今日おでんかって。あ、でもそれ大工言うよな。なる感じ。私が冬におでん食べたいって言ったら、おでんご飯にない。いや、そうやん、なんかおでんあんま食べる値打ち感じてなかったけどさ、いや、これうまい。美味しいね。いや、やっぱお出汁かな。これなんかチーズロールみたいな。これめっちゃうまい。チーズももはやピザ。え、ピザ？どういうこと？うん、冬は缶と一緒に飲みたいな。うん、美味しい。え、てかビールこれ300円な。安いね、安いと思って。ちょっとすな。おでんいくらなの？金額書いてない。こういう入りやすい感じのお店やから値段書いてないけど、そんな怖くない。怖さはないな。じゃあこれ、これめっちゃ柔らかい牛すじ。あ、すじ食べさせて。すじゼロ、めっちゃうまい。すじゼロ、リピートしたい。リピート、ブンブンやん。うわ、ブンブンやん。割ってもうたけど UFO、 まあ練り物系やな、なんか、うん、なんか美味しいらしい。ふわっとしてるね。これなんか食感がいいんかもしれない。なんかちくわとかさ、はんぺんみたいなとは全然違う。あ、うん、ふわそうなんや。ふわふわしてる。うん、うまっ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今度こそ入れそうないい立ちの皆さん見つけたから行こう。怖いわもう。あったで、ジャックとマチルダ。なんかこれもめっちゃ口コミ多かって、まあ、さっきちょっと見つけてんけど、うわ緊張すんね。じゃあお願いします。お願いします。じゃあ、あの2名なんですけど。あ、OK だそうです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。立ち飲みスタイル、うん、かわいい店。入りやすい立ち飲み屋さんだわ。いや、日本酒が有名なんか。日本酒にしようかな。あ、いいや、日本酒しようぜ。立て の, 立ての皮。うわ、美味しそう。パンパン。じゃあ、乾杯。夜な夜なエール、めっちゃ香りいい。夜な夜なエールってよく売ってるけど、なんかあんま食べたことない。これちょうだい。あ、それうまいやん、これ。スッキリって感じ。バリ甘い。純米大吟醸か。ポテサラ、丸っこい。いただきます。あ、なんかポリポリしてない？ポリポリしてる。カツオ、生姜なんとか。んこれはこれすぎる。あ、いいね、日本酒、久々。ちなみに今日はお揃いやね、これ。あ、そうや、お揃いやね、これ。みんな気づいてた？アクションイズなんかシェイクスピアの言葉が書いてるやつやね。ね、なんか恥ずかしい言葉じゃなくてよかったね。そう。はい、タイのヌタエ。なんなんやろね、何か知らんと頼んでもらった。ヌタエって聞くけどね、なんやろ。食べても何って説明できへん。あの、めっちゃ美味しいねんけど。美味しいな。こんな味ですって説明できへん。英語2杯目？2杯目か、もしくはこれ一緒に飲んで次のとこそそくさいとか。早っ。めちゃくちゃサイクル早いな。すぐ買えんな、お前。何？いや、もうなんか純米やったらうまい。あ、日本酒ね。日本酒、香りとかも甘さとか知らん。うまいのが純米。はい、2杯目。豆農園お待ち。
じゃあチュッチュ。パンパンやからさ。あー全然味ちゃうね。あマジ？さっきのスッキリで飲みやすいレースってよりはなんかもうちょっとこう癖がある感じは、我は好きよ。美味しい。でもそんなにお味違いわかんない。まあそんなに違いない。もうだから純米やったらね、うまいね。美味しいね、うん、ご機嫌だ。うわー、なんかご機嫌なってきてんな。なってきた。なってきてんな。はしごしまくりやん。次、鳥富士。何これ、焼き鳥屋さんかな。うん、そう。美味しそう。え？まあ、そやな、聞こうか。うん、はい、そやな。待ってるわ。え？もう。